はい、今週も始まりました光の青春アクセルオン。この番組は私の知っている狭い浅い話から時々ゲストを呼んでいろんな深い話をワイワイガヤガヤと皆さんにお伝えしようと思っています。改めましてこんばんは、国分レーシングチームの残党こと光です。さてお久しぶりです。今週は生放送でやっていきますというよりも番外編、バイクや車の話というよりももうちょっと違う話を今日はワイワイガヤガヤと皆さんにお伝えしようと思っています。よろしくお願いします。今日はたくさんの人のゲストが来てますんで、まずゲストの皆さんの一言をどうぞ。皆さんこんばんは。こんにちはかな、まだそうですね。市島町の朝です。久しぶりのラジオ中継になりますがちょっと緊張してます。よろしくお願いします。はい、この度ヒカルさんの番組に初めて参加させていただきます。私、新大阪プロレス、グレートキャリアムーマンと申します。よろしくお願いします。こんばんは。丹波市の中尾と申します。今日はヒカルさんのラジオに呼んでもらって朝さんと一緒に、ラジオ放送、生放送でやらせてもらいます。短い時間ですがよろしくお願いします。皆さんこんばんは。笹山から来ました大西と申します。ヒカルさんの番組に出させていただいて朝ちゃんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてね、前置きはこうやって名前を皆さん紹介していただきましたけど、さて、はい、何の番組を今から始めるかというと、今度来たるいつでしたっけ。6月21日。21日に丹波市で第2回の丹波プロレスをの興行をなされます。3回目ですかね、はい、すいません、の興行されます。前振りというかそのお話で来ていただいております。今日は45分間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやって今度6月21日の日に興行を行っていただくんですけど、コロナウイルスの関係で大変でしたんじゃなかったですかね。そうですね、もう3月に入ってからはもう軒並み中止になって、はい、もうストレス溜まりまくってこのストレスをどこで発散したらええもんかなと思ってね、はい、緊急事態宣言も解除になったんで、はい、丹波市も感染者今のところゼロみたいなんで、はい、ちょっと いろいろね、丹波市のお祭りごとも中止になってきてるみたいなんで、はい、ちょっとそれではちょっと寂しいんやないかいうんで、ちょっと盛り上がってこれからは行こうかなというんで、ちょっと走りをやらせてもらおうかなと、そんな感じで6月21日、市島町崎山小学校体育館、はい、予定してます、はい、またよかったら皆さんこぞって来てください。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。僕は前回は小鉄さんの番組で聞かせてもらって、はい、の時に来させてもらったんですけども、もう歴史っていうのは長いんですかね、ここでされるのは多分3回目なんですけど、その前にいろんな形でプロレスはやっておられたんですかね。いえ、昔はもう見る方ばっかりで、はい、やりだしたのは2年ぐらい前からです、はい。そのきっかけは、きっかけやっぱりプロレスバカですかね、はい、それはフェイスブックで重々見させてもらってます、はいはい、で一応興行の方の方と、プロレスの方で、はい、こちら2人の方は一般代表として魅力を多分伝えてもらうような感じになってると思うんですけども、もし短時間ですけど魅力を、その魅力とそれからなぜそれに一番最初に来られたかいうのことをちょっとお話ししていただけたらなというふうに思います、はい。ですね、はい、朝さんとはねちょっといろんな関係の出会いで出会わせてもらって、私の商売のところで一緒に来てもらってね、はい、でプロレスをするからちょっと見に来てくれへんかっていうことで初めて行かせてもらったんですよ、はい。私どっちか言ったらサッカーとかそういうスポーツより体を動かす格闘技の方が好きなんで、はいはい、ちょっと興味本位に行ってみようかと、はい、
若い時は子供の頃はやっぱりプロレスゴールデンタイムでよく見てたんですけど、はい、そのまあちょっと見に来てってリング立てるからってリング手伝わされてまあリングの重たいことまあもうでもねあれを担いだからちょっと見てみたいなという気もあったんですけどね、はい、でまあ、あの行かせてもらうと、まあ、数名のレスラーさんがおられてでまあプロレス見せてもらったんですけど、はい、まあ、それは迫力がすごいですね。あ、今までだったらテレビでしか見たことなかったんですけど、はい、そのリングの揺すれる音とかねきしむ音とかそういう音がねもうたっぷり聞こえますんで、はい、もうかなり楽しみましたね、はいはい、あとまあなんていうんですかね朝さんもうまいことこう初めから僕プロレス行かせてもらったんですけどプロレスを、はい、うまいことこうアナウンスっていうかねあれもできてたんでね、そうなんです。もう友達としてありがとうございます。私もお酒飲まないと喋れませんのでちょっと緊張若干緊張しております、はい、私も、中尾さんに、連れて初めて行って、うん、行ったんですけど、はい、まあ、中尾さんが言ったように私もテレビでしかプロレスは見たことはないです、はい、で、まあ、私はまあ小さい時からですけども小学校2年生ぐらいで初めてテレビを見たんですけどもその自分は近所に1台ぐらいしかテレビがないもんでですね、はい、今と違いますんで、はいはい、で、みんなそこらの人近所がこどってですね、はい、テレビの前にねかじりついて、はい、それこそもジャイアントババとか、はい、アントニオ猪木さんを、ね、応援しとったんです、はい、で、まあ、テレビからの迫力はあれぐらいしかなかったんですけど、はい、この間崎山に行かせていただいて、はい、目の前でプロレスを見ましたらもう音といい、まあ、吐く息の声とまたほとばしる汗が飛んできたり、はい、もう迫力満点でした。あんなすごいんやなって、まあ、皆さんプロレスラーの方がよく体を鍛えてですねもう飛び技から蹴り技からもうすごい技が出てねもう目の前で感動しました。あ、いやいや、そうかと思えばねサラリーマンの格好してプロレスラーがおるんですねサラリーマンのワイシャツを着てね、はい、ネクタイを締めてねあの格好でプロレスもね大変面白かったですよ、はい、ああいうプロレスもあるんじゃなと思って大変面白かったです、はい、また行きたいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、一般の方からの目線と今度はやっぱりやっておられる方それと興行の方の方の感じでお話をしていただいたら、ありがとうございます、はい、今大西さんの方からもお話いただいたんですけど私は全くプロレスを知らないところからのスタートで、まあ、始めたわけですけどその私が一緒にさせていただいている選手の方が、はい、グレートサラリーマンと申しまして本当にスーツを着て戦うと、はい、でもうね学生時代からもプロレスされてたんで、はい、もう歴としてはかなり長い間プロレスされてる方で、はい、でも、まあ、私はそのグレートサラリーマン選手のマネージャーという形で横につかせていただいてるって感じ、試合参加させていただいてます。で、まあ、この度ね丹波の皆さんとご縁がつながってこうして丹波プロレスとして3回目、はい、この度3回目の参加になるんですけど、まあ、皆さんがね喜んでくださったり今中尾さんと西さんがおっしゃったように喜んでくださる方が一人でもいらっしゃるならぜひ頑張りたいと、はい、まあ、特にねこんなね3月もちょっと試合が中止になってちょっと世の中がねとってもあれもこれも中止っていう形でだんだんちょっとね少しずつ上向いてはきてるんですけどやっぱり皆さんの心に少しでも残る試合ができたらいいなって思っております。あ、こんな形でいいんですかね、はい、お話いえいえ、ありがとうございます。ね、やっぱりなかなかこのご時世、ね、制約いうのがあるんでみんな鬱憤が溜まってるとは思いますんで、そうですね、はい、そういうので皆さんね来ていただいて、まあ百聞は一見しかずなんで今もね中尾さんのほかとか話がありましたんで、はい、一回見ていただいたらねその良さというのが多分聞くよりも見る百聞に一見しかずなんで、はい、もしよかったら見ていただけたらなというふうに思いますけどもね、はい、はい、で最後に最後というか重鎮重鎮私ですか、はい、もちろん、まあ、なかなかね、この丹波で開催するというのが難しいというか、まあ、年間できても2回なんで、はい、まあ、今年は
まあ、コロナの件があって第1回目この6月で第1回目なんで、もう年内はもう2回目は無理かなと、はい、でまあ今年は最後かもしれん言うんで、ちょっとまあ興味ある人もない人も、まあ家でゴロゴロしとんやったらちょっと見に来ておくんなはれというような感じでね、はい、来ていただけたらいいかと思います。はい、はい、でまあまあ丹波のことだけじゃなくて、やっぱりか各地でそういう催しを、そうですね、はい、去年の11月は姫路で姫路市の方から呼ばれて姫路古墳祭りいうので一回やらせてもらいましたし、はい、で今年はその3月21日に私の生まれ故郷の高知で予定してたんですけど、はい、まあまあいわゆるコロナさんで中止になって、はい、まあ何にも面白いことも何にもなくただ時が過ぎるばっかりで、はい、まあまあそういうことではいかんじゃろうと、はい、まあ何としようやと、まあねえ、そうですね、はい、ということはいずれなくコントの21日の日は熱が入って力が入りますね。そうですね、入りすぎて空振りするとこもあるかもしれませんけどまあなんてことまあちょっとまあみんなでね楽しんでいただければいいと思います。そうですね、丹波からもっとねみんなせ、はい、ずっといろんなこと発信してみんなが喜んでもらえるようなことができればね、そうですね、それが幸せかもわからないんで、はい、頑張っていただけたらなというふうには思いますけどね、はい、はいはい、であと何か告知、まあまああとまだ後半の分があるんですけども、何かこれはさっきの話で話しとかなあかんなとかいうようなことはありますかね。まあまあ時間帯はどんな感じになるんですか、予定で結構なんで。6月21日の分に関しては、12時半開場、はい、13時スタート、はい、ゴングいう形でやりますんで、はい、まあ、12時半目処に皆さん集まってもらえればと思ってます、はい、あとこの後でまた詳しく言いますけど、はい、春日町のとあるところで、はい、また後で言いますけど、ちょっともったいぶるね、もったいつけましょうか、はいはいはい、そこ言うてかなと思ってましたけど、なかなかなかったなと思って、この後半で言いますんで、はいはいはい、まあ、とりあえず春日町のとあるところで、はい、ということで今は、はいはいはい、ということはね、まあとりあえず1回目来ていただいて、この21時に来ていただいて良さを覚えてもらって、またそのこう、はい、とあるところに来ていただいた、はい、また違う意味のあれが見れるという形ですよね。はい、はい、どないですかね、僕はまだ見に行かしてもらったことがないんですけど、やっぱりこうやってお二人さんが言ってた通りに一度行かないとわからないものだと思いますね。そうですね、まあ、迫力が違います。行ってない僕は言うのも何なんですけどぜひぜひ。迫力が全然違います。違いますね。ほんまに体鍛えられとんでね、はい、やはりやっぱり肉質もええっていうかね、あ、うん、やっとるなと、僕らより年上なんですけどレスラーが、はい、かなり鍛えとってやると思うんですね。私も鍛えてるんですけど、見るからそうですね、もう体はやっぱりええ体してますね。運動しとるからやっぱ走ったりしてますしね。僕さっき聞いたら XL ですか、言ったら M ですって言った時はびっくりしたけどねT シャツを。もう悪役がねやられた時のスカッとすることそれが一番スカッとしますよ。で、はい、そういう人もおらない、また見るからに悪そうな人が出てくるんですよ、はい、はい、もうやられた時のあの感動、それとまた私はでもサラリーマンやられると悲しいですけどね、もうボコボコにいつもやられてるんで、またリングから落ちてきたレスラーを叩くあの感激最高ですね、はい、やっぱりマネージャーとしてはね、マネージャーとしてはね、ちょっとねやられてると選手がねついてる選手がやられてるとちょっとね頭にきます本当に。黒いカバン持ってきて中にハリセンでそうですね、武器はハリセンなんで、それで思いっきりしばき倒します。そういうのがね、そういうのもあってやっぱりねスカッとする部分もありますので ね、面白いです。そうですね、はい、うん、そうですね、やっぱりね生で見ていただく方が一番いいかなと思いますけどね、思いますね、はい、はい、ちなみに入場無料なんで、あ、そこはすごいところです、ね、はい、赤ちゃんから
お年寄りまで親方が大丈夫なんで、もう一島というところでね、朝さんがねプロレスをやられて、はい、無料でできるっていうことをしてますんでね、はい、皆さんどうも、見に行ってあげてほしいですね。そうですね、はい、でもう僕らとしてもね、一度聞いた時にね、ちょっとでもお力になれるような感じで来ていただいたり、いろんな話をさせてもらってますんで、もしね、まだ後半でも話が出るとは思いますけど、ね、はい、興味を持たれた方、6月21日の日に来ていただいて、生のプロレスを見て、でここで喋ってる人も多分来られると思いますんで、この人ですこの人ですで、また僕に聞いてもらったらお話させてもらいますんで、はい、まだそういう話も聞いていただいたら、まだ裏話としていいことがあるからなというふうに思います。はい、はいはい、どうしましょう、どうしましょう、後半の部と入れ替えの話に持っていって、はい、行かしてもらってもよろしいですかね。はい、はい、ね、そしたらBGM で音楽で上げますんで、下ろしていただいたらかすみませんけど、はい、後半の部お話しさせていただきたいなと思います。今ちょうどメンバーの入れ替わりがありましたんで、ちょっと長渕剛の曲が流れましたけどもね、今メインのキャリアウーマンさんと、はい、それから会長がお手ですので、それ以外はまた新しい方が3人お入りになってますんで、とりあえず朝さんの方から振っていただいたら、はい、はい、そしたら、メンバーチェンジになりました、どう説明したらいいんやろ丹波プロレスの選手代表というかスペルガッポメックスさんです。はじめまして、スペルガッポメックスです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前半戦でちらっと言いました春日町のとあるところで8月に予定してます、みんなの家のママさんです。あ、まっちゃんですこんばんは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、その6月、崎山小学校でやるときに、真ん中で経内演奏してもらいます、校長先生ですありがとうございます。アメンボ赤いなあゆえを浮き藻に小エビも泳いでるジグザグのジグさんです。はい、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、もうそれは毎度おなじみやねそうそう、これもねうちの番組で、やっとかんとちょっとあかんのでね、真ん中でゲイナ教室ケイナが入るんですか。はい、試合の中盤あたりで、はい、ちょっと15分20分ほど、はい、ちょっとケイナの演奏をお願いして、心よくよっしゃ任しとけと言ってもらえて、はい、任しとけと言ったのかわかりませんけどもまあね、いや実はね僕はいつも社長って呼んだんですけどね、そうそうそうもう社長にはねもうほんまにいろいろ世話になっててね、あ、個人的に、いやもう演奏ね、はい、の場をね、はい、ポツポツといただくんですよ。あ、そうなんですか。で、私実はその経営な教室というのをね、はい、させておりまし、させてもらってまして、はい、でその生徒さんがね、はい、今年は実はこのコロナの関係でね、はい、あっちもこっちもこうイベントがなくなって、はい、演奏する場所がなかったわけですね、はい、そしたらこの社長がねプロレスのリンク出せえへんかってまあまた無茶なこと言いますわねどっち向いてやったらええねんって話じゃないですか。でもすっげえ貴重な、一生に一回できるかできひんかですよ。そうなんですよ。だからね、うちの生徒さんがめっちゃ喜んでしもて、え、リングに上がれるのと、そんなところに上がっていいのという中でね演奏させてもらうということがもう嬉しくてですね、はい、でまあもう今一生懸命練習してるところです。あ、そうなん、はい、はい、なので楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、お願いします。で、こうやって入られたんですけど、何試合をされる予定なんですかね、その日何試合やろ。ごめんなさい、振ってあとはトーナメント方針なんですか。トーナメントは、はい、タッグチャンピオンの決定トーナメントです、はい、初代の、はい、あ、1回目、はい、その前に、はい、綾部市にある二の国プロレスの練習生のプレデビュー戦があります、はい、嵐男次郎対鬼山
あ、鬼山さんがデビュー戦デビュー、プレデプレデビュー戦、はい、プレデビュー、はい、はい、その後にタッグトーナメント6チーム出ます。はい、すみません、僕ちょっとあの普通のテレビでしか見たことないんですけど、あの時間って1試合何分とかで決まってるんですか？まあ、30分とか40分とかで1試合とか、それは一応組んでてホールが終われば終わり、そうそうそうです、はい、ということは仮に短い時間にで終わるとまた増えるんですか？増える、あの時間大体何時から何時までとかで予定組んで組んでられますやんか。はい、はい、あの一応あの最大じゃあ何分1本勝負とか、あ、はいはいはい、例えば15分1本勝負でもう時間切れだったら引き分け、引き分け、はい、トーナメントなんで、はい、あの引き分けになったらもう両チーム失格ですね。あ、じゃんけんなしに、じゃんけんなしに、はい、だからもうその時間で決着をつけてくれと、あ、はいはい、勝ち上がってくれと、はいはい、わかりました。ねえ、ねえ、僕もその実際一回も 見させてもらってないのにこうやってメインで喋れ言われてもなかなかね難しいこともあるんですけどもね、まあ、プロレス実際に初手の方が今入ってきてもてますんで、あのやってる側からの魅力っていうのをまだちょっと少しおしゃべりしていただけたらなというふうに思いますけども、はい、まあ、 あのプロレスっていうのは勝ち負けだけじゃなく、まあ、入場から始まって、まあ、コスチューム、はいはい、で、まあ、選手それぞれのキャラクターもあり、はい、で、そこにお客さんっていう、ね、スパイスが入るので、お客さんが喜んでくれるか、はい、楽しんでくれてるか、まあね、悪いことをして怒る場合もある、好きな選手が負けて泣く場合もある、はい、それも含めてプロレス、はい、それって僕分からないんですよ、リングの上から見ててやっぱり分かります？雰囲気的に。あ、分かります。まあ、受けてるでは失礼な言い方ですけど、感動してもらってるなとかいうのは分かります？あ、分かります。あ、分かるんです、はい、すごく聞いてます。あ、それはやっぱり拍手とか声援とか言うんですか？そうです、あ、ちょっとお客さん引いたなとか、ああ分かる分かる悪いことしすぎてちょっと引いてるなとかあります。その時はやっぱりちょっとまた違う方向に変えようとかもあるんですか？ないです。ああ、ないですか？もう思いっきり引かしとこうと思います。ああ、そこまで徹底されてるんです。徹底します。はい、でマネージャーさんから見たらどんな感じですか？そういう、ま、自分はもうちょっとなんとかせなあかんなとか、まあ、メインの方が のサポートしてやられるんで、はいはい、その件に関してやられてたらそれも同じように徹底的にやり返さなあかんとかいうふうに思われます？頑張れってめっちゃ応援してるし、はい、そのやられてたらそのやってる相手をなんとかしてやらなあかんって思ってやります。悔しくってちょっと火星に入るというか、でやってる選手をハリセンでどつきます、どつきますします、スカッとします、スカッとしますやられてたらね、そういうのもね、見る側としてね、今までご主人のに腹が立っとることもそういうのを見た時にスカッとするかもわかりませんよねそうですね、はい、でもやっぱりね、さっきメックさんもおっしゃってたようにお客様の反応をねやっぱ見えるんですよね、はい、でやっぱりその時にやっぱりサラリーマン頑張れっていう声が聞こえるとすごくやっぱり嬉しくって、あ、やっててよかったなって思う瞬間ですね、はい、ですよね、メックスさん。そうです。そうです。そうです。で、まあまあ、なんか振っていただいたら、その借りてきた猫はやめてください。朝さんらしくないです。まあ前半戦で言ってた、はい、春日町のとある場所、はい、8月の9日。決定ですか？決定です。はい、時間はまだ決定してないんですけど、8月の9日決定です。とある場所というのは、みんなの家、ママさんとこでお店の中で、はい、テーブルと椅子をちょっと避けさせてもらってマットを引いて、もうお客さんの座ってる真横で選手がプロレスをやります。これはまたね、リングと違った意味で楽しみ方、面白さ、迫力かなりあると思います。
そうやもんな。これ元町で見た時マットプロレスやったもんな。そうですね、朝さんに初めて来ていただいたのはマットプロレス、初めてのマットプロレスの経験で、あの元町でやるから来てよって言うから行ったら狭い狭いとこやって、ふっと見たらリングも何にもないし、どこでやるんやろと思ったら、この3メーター四方のぐらいのマットを引いてやって、そこでまたこれがすごくハマっちゃいまして、これ、まあ、フェイスブックに上がっとったやつですよね。そうですそうです。そうです、なんか、はい、僕なんか前に見させてもらったら、人が周りへぎしっとって中に真ん中にマットがあって、そうですそうです、ね、それがまたすごい迫力でね。まあマットプロレスもそうなんやけど、あとね、2回ほど戦闘プロレスやりましたね。ああそうですね、お風呂屋さんで、それはそれでまた面白い目があって今回はね、ママとこの喫茶店で。そうなんですよ、初めて来られてね、その21日の崎山の崎山小学校でやるっていう打ち合わせをあのジグさんとされてて、はい、で帰り際に、いやここでもできるよって言うんですよ、ね、はい、でそれだけ残されてね、帰りはって、また次改めて来られてここでやりますって勝手に決められたんですけどねいや僕もできるよって言うだったから、できるよって止まっとんねや思ったら、そうなんですよ、次、ま、ママのとこ、あのまっちゃんのとこ行ったらやりますってね、うん、でこんなとこでできるんですかって、皆さん今あのみんなの家ね、知ってる方は想像してると思うんですけど、まあ、ライブとかもしてますけど、あの椅子とかをテーブル全部外に出して、で前の方にスタジオをね作るんです、スタジオね、あの演奏するとこ作るんですけどね、想像つかなくってプロレスは。で今日ね、あのメクさんいらっしゃって、いや本当にここでできるんですかって聞いたら、できますって言われて、できますできます、十分な広さですね。それがね、ね、もうあのメーター数を立てかける横で言うたった時に、そうなんですよ、嘘でしょと思ったけどね。でもね、あの身長ある方じゃないですか、あ私らに比べるとね、うん、寝転んでもいっぱいですよ、ねね、そこでされるから、うん、ね、どうでしょうか。 それって投げたりできるんですか。あ、投げたり蹴ったり殴ったり、え、飛ぶことはできんでしょ。いや飛ぶのはね、あの脚立用意するんであのそこから飛びますあの床だけしっかりしたら問題ないです。脚立がロープ代わりです。でそんな自分の体大丈夫なんですかね。まあまあ鍛えとってやから、で大きなお世話やと思われますけどいや痛いですよ。痛いでしょうね多分でね、メックスさんね、あの見た感じはね、私からするとすごい優しそうな感じをがするんです。で今ねラジオ聞かれてる方もね、優しい声やなと思ってあると思うんですけどどうですかね。いやないと思いますえ、めっちゃイケズです。あ、そうなんですか。あ、もう本音が出た、はい、あの僕の試合見たらこれがね、ええ、この優しいのが嘘ってわかりますね。あ、そうなんですね、はい、あの、ね、さっき僕があの T シャツの話した、何を隠す、何を隠そう、あのエクセルですかって M って答えたったのは今追ってのマスクマンの方ですからね、はい、びっくりしましたわ。そんな話もしたんですか。しとってないですかあのすみません、ちょっとだけ時間をいただきます、はい、あのメッセージいただいてますんで、はい、ヒカルさん、ジグさん、そして、ね、まっちゃん、おこんばんは。楽しい放送を聞かせていただいてます。昔々笹山にタイガーマスクやブラックタイガー、ブッチャーに丹波兄弟が来られ、それを見に行ったのを思い出します。ワクワクしながら耳を傾けています。もっと興行の様子を根掘り葉掘り聞いてください。超悪役リスナー、丹波笹山の猪狩でした。あのヘビーリスナーの方なんですわ猪狩さんって、ね、ありがとうございます、ね、結構こうやっていろんな話を持ってきてくれてんで、で今こうやって言われたように、もうちょっとあのそういう話をいただけたいんですけど、あのここで一曲リクエストがあったように思われますので、はいはい、よろしかったらかけていただいたら。いいですか、はい、僕スペルグアポメックスの入場曲ですけども、はい、Going to Mexico。 はい、はい、入場曲を聴いていただきました。はい、皆さん上げてもらったらカフを、はい、ね、この音楽流れてられるいろんな話をさせてもらいましたけども、レスラーさんの方から、今度出ての人の、名簿というか名前を、お話しさせていただきたいということなんで、言っていただいたらお願いします。はい、全6チームです。
順番に行きます。落ち武者ビリーザキッド組、ポールブレイザーレオパルドン横山組、スペルグアポメックス塩田秀樹組、グレートサラリーマンウィズグレートキャリアウーマン嵐団次郎組、ブラックニャン太郎ザシャドーマン組、真田重勇士赤影、真田重勇士青影組、以上6チーム参戦で、トーナメント形式で初代チャンピオン決めます。はい、すみません、このお名前で各自自分でつけてんですか？いや多分いろいろじゃないですかね、決められた人もいるかもしれない、ね、なんか懐かしい名前とかも出てきてるんで誰が懐かしいですか？え、そら赤影さんでしょ。赤影さんビリーザーキッドもすごいもんね。ビリーザーキッドもすごいですね。ビリーザーキッドってあれガンマンでしょ、昔の。違うんですかね。いや普通の人です。いや違う違う、ビリーザーキッドの名前 は、ね、ガンマンから取ってるんですよね、はいはい、もう本人もガンマンですよ。過去で出てきてるんですか？あ、もうかっこいいですよ、はあ、はい、天下のハート着てブーツ履いて、いや分かりませんけどあ、そうなんですよ、はい、ね、まあね、こうやって名前で聞いてもどんな感じかなというのが分からない。まあ前も言いました通り、100倍一見つかず見に来ていただいて、あ、この人が言われてた方やなとかで、ね、それでファンになっていただくか、まあ、いろんな声援を、まあ、心ゆくまでしていただいたら、ね、レスラーの方も喜びますし、興行主のあなたの方も、そして皆さん、スタッフさんも皆喜びますんで、まあ、一度来ていただいて見ていただいて、先ほどの前半でお話しされたように、もとりこになる方もいらっしゃいますんで、よかったら来ていただけたらなというふうに思います。まあ、残りあと 7,8 分なんで、思い残すことがないようにいろんなことを自由に喋っていただいたらなというふうに思います。朝構えて構えると ちょっとね、気になってるんが、はい、ジグさんの境内演奏の時どういう曲を今回は抜擢してくるんやろかなとちょっとで、ね、はい、気にかかるというか、それをちょっと楽しみに。あ、そうですか。聞かん方がいいかな。いや、まあ聞いてもね、多分ね、分かんないですよね。分からないんじゃないかなと、はい、まあ一曲は分かるとすれば、コンドラ飛んでいくっていう曲を間に挟もうかなと。はい、これは静かな曲なんでね、ちょっとね、ただまあ後半は少しテンポがいいんですけど、まあ、全体的には元気な感じの曲ができたらなと。そうですね、はい、はい、というふうに思ってます。盛り上がったの盛り下げたらあかんで。いや、ヒカルさん、ケーナは盛り下がるのよ。いや、そうさ、それは先に言うたらあかん。そう先に言うたらあかんわ。ケーナ一本やったら盛り下がるのよ、うん、そやけど何人かで合奏すると盛り上がるのよ。目の前におってるんですやん、うん、はい、踊ってくださいという人が目の前に。そうなの？え、ん、踊るの？踊ってもうたらやりましょうか。あ、出た出たせやけどね、この、まあ、リングでやるので、うん、どうやって演奏しようかなと思って、うん、今ふっと考えてるのはみんな背中合わせで、うん、で周り見ながら演奏するかと。丸、はいはい、周りにあるじゃないですか、はい、だからね、やっぱり皆さんにこう顔を向けたいし、うん、かといってその演奏しながら移動できるほど、うん、ちょっとね、スキルがないかな。すみません、リングって分からないけど、何メーターかける何メーターなんですか？6メーターかける6メーターです。そのぐらいの大きさですわ。大きいね、うん、大きいですね。それこそリングの周りをなんか皆さん知ってる曲で踊り、子供さんたちと踊れるとか、だから楽しいなって一瞬思ったんですけど。ドラえもん、ドラえもん。それだってもう、曲はね、知らなくてもなんか手拍子できたり、はい、こう体ゆすれたりするような曲は、まあ、考えてはいるので。じゃあ私は何か考えてみんなで。行きましょうか。ハリセンがセンスに変わります。うまい。ちょっとなんか昔のこのコンディスコやないです。ちなみに、はい、質問なんですけど、はい、ケーナってどんな楽器なんでしょうか？そこ、はい、南米の南アメリカの楽器なんですけど、縦笛なんですね。で切り込みが入ってるんですけども、しまったここへ持ってきたかった。でいわゆる縦笛なんです。はい、それだけだったら、まあ、先ほど言ったようにそれほどまあ盛り上がらないんですけども、それが何本か来てですね、あと太鼓とかで、まあ、弦楽器とかが入ってくるので、で全部生音なので、基本は電気を通さない生音なんで、まあ、響くんじゃないかな皆さんにというような感じですね。踊れますね。はい、はい、本当民族音楽なんで、はいはい、踊っていただいたら、はい、皆さんこのケーナーと
キャリアウーマンさんの踊りも楽しみにしてくださいね。はい、はい、あ、ハードル上げちゃいました。もう自分自身で自分で言うたった段階に何とかしてもらわんと。じゃあ打ち合わせなしで行きましょう。はい、はい、ね、あ、すいません、もうあと2分50秒ぐらいなんですけど、あの最後にあの告知もう一度朝さんの方からよろしくお願いします。6月21日日曜日、一島崎山小学校体育館、またこれちょっとあくまでも予定ですが決定です。多分自動車は大丈夫、自動車では行けるんですか、駐車場は。あ、駐車場あります。あの学校の駐車場があのそこそこありますんで、はい、あのまあ、できるだけあのご家族お友達は乗り合わせで来てくれたら助かりますけどね、はい、あと12時30分会場の13時ゴングということになりますんで、あと8月9日春日インターすぐ横みんなの家、時間は未定ですが、8月9日決定です。マットプロレス、店内でやりますんで、多分何時、15時ぐらい、まあまあ午後から、午後、まあ午後からは午後からですね、はい、13時から15時の間ぐらいにスタート。またフェイスブックやそれ以外のもので告知はまたしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、一応まだやっぱりマスクとかも持ってきてもらっとる方が、そうですね、マスクは各自持ってきていただければ、はい、あと一応今一生懸命アルコール消毒液探してます。それと、体育館の窓扉フルオープンでやりますんで、風吹けばちょっと肌寒いとこもあるかもしれないんで、ちょっとね、はい、服装の方注意していただければいいかなと思います。はい、であと50秒ですけど、あと1個いいですか。はい、当日会場で優勝チーム予想してもらうので、はい、それで当たればリング上で最後選手と写真を撮っていただけます。はい、あ、そういうあれがあるんですね。はい、ね、こうやって45分丹波今度6月21日の崎山小学校予定の、まあ、決定だろうと思うことの話をしていただきました、ね、今日はいろんな方が来ていただいてこうやって喋りましたけど、まだこの機会を来てプロレスに新たに夢を持っていただいて見に行っていただけたらなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい、そしたら6月21日を成功することをお祈りしてお別れしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。